いやこれ見ましたね。あともう GoPro のもう熱でもうバンバンの撮影止まっちゃうんで、できるだけ撮っていきますが、予約してないのか、予約してないとダメなのかもですけど、あ、あれ、あ、これ入り口じゃない、なんか謎の入り口、どこだ、入り口下かな、うん、めっちゃあのフォトスポットみたいでめっちゃみんな写真撮ってますね。チャッキン並んでます。うわ、なんか見たわ、見た見た、こういうの写真で、まあ、こんな感じ、すごい細い出店の脇を通ったらこうすごいこう雰囲気があるというか、まあ、特に案内もないんですよ、ここなんかこう、この折れたこう坂道、下り坂みたいなの観光写真とかで見たなーってところをなんとなく曲がると着いたって感じで、あ、これ並ぶやつ、お、いける？いける？いける？いけますかね。ハロー、入りました。室内はもう満席ということで、このアウトドアのところだと、まあ、入れるよということで通されましたが、めちゃくちゃ暑くて、まあ、暑い、あの本格的なお茶絶対飲むんだという強い気持ちで言いましたが、3秒ぐらいで折れました。でアイスティーもあるらしいので、そんな僕のためにアイスティーセットなのかな、これ、これを頼んでみたいと思います。あとはなんか普通にランチも食えるみたいなんですけど、アイスティー This is set This Does it include this one? Oh, okay, that's great. So, iced tea, please. Yeah, okay. Thank you very much. なんかそういうことでお茶が到達するのを待ちたいと思います。お、なんかお茶を置いてもらいました。なんかめっちゃ優しい人に席を交代してくれることになりました。どうせ。よいよいよいよ。LINE とかするんで、はい。だいぶ関心が。ありがとうございます。あ、こんな感じで台湾山ほど日本人います。びっくりです。はあ、すごいありがたい、びっくりした。はあ、あ、すごいいい席だ。もう一回もう一回感謝しよう。どうもありがとうございます。はい。めちゃいい席だよ、やっぱり。あ、ここ涼しい。あ、ここなら、いや、熱いお茶は無理ですね。熱いお茶は無理です。あとはおかわり自由です、飲み放題。あ、おかわり自由、はい、ありがとうございます。すごい、あっという間に来ました。びっくりしました。そうっす、写真撮っていいですか。あ、どうぞどうぞ。それをすごい勧められたんですけど。あ、そうなんですか。だけど、ミルクティーにしたらどうぞ。これがね、美味しいかなって感じもして、すみません。ありがとうございます。あ、よかった。まあ、ただの体験ですからね。あ、それも思ったんですけど、でもあの自分が飲むやつやってるんです。いや、正しいと思います。もう体験とか言うなら、あの草豆腐みたいなの絶対食べなきゃいけないと思ってるんですけど。臭豆腐ね。臭豆腐っていうか。うん、多分臭豆腐かな。無理です。私もね、ちょっとあれは無理。ですよね。早速味わってみたいと思います。あ、冷たい、よかった。あ、一気に飲んじゃう。え、これおかわり自由なの。いや、これありがたい。あ、すごい、結構味濃いんですね。味深い感じで、すごい。お茶をね、ちゃんと温め、あの茶碗温めてとかいうのをお茶にして。ですよね。いや、やりたかったんですけど、やりたかったんですけど、無理です。昨日やったんだよ、あの別のところで。あ、そうなんだ、じゃあいいですね。私も昔中国でやったことあるんで。あ、そうなんですか、うんうん、じゃあもういいじゃないですか。でも、まあ、前で忘れたぐらいです。、いやいやいや。旅して見えるんですか。うん、東南アジアとか中心ですね。YouTube でか。いや、YouTube。ちょっとあの、まあ、あの、まあ、上げてるだけで、あの、チャンネル登録者数30とかですよ。あ、30
うん、はあの YouTuber とかじゃないですあのちょっと言われてすげえ恥ずかしいなと思ってでもそのあれあのメカウンチなんで、はい、あのすごいなと思いますやってるだけでそうっすかいやほんと申し訳ないですなんかあの気使ってもらっちゃってあのそんなあの本当にしょうもないやつなんで早速食べていきましょう。あのバッテリーもやばいので、さっさと、さっさと、ハズルビーをしたい。ちょっとお返ししたです。どうも。日本語もバッチリですね。あれですよ、日本語ばっかり聞かれてる。台北でも結構日本語聞きませんか？あんまりまだそんなに聞かれてない。あ、そうですか。あの海外旅行、東南アジアとか行くと、もうめっきり日本人いなくて、こんなに日本語聞いたの初めてですね。あの日本語 の案内みたいなのがいっぱいあるんですよ。だから昔すごい日本人来てたんだろうなと思うんですけど。あ、でももっと私案内あるんだなと思って、ね、えもっと日本語の案内とかあるんだなと思って近くですから。あ、意外とないなと。あ、そうですか。もう十分ですけどね。そうです僕的にはすごいありがたいですけどね。そうっすか。ダメです。え、逆にあの中国の本土とかがいっぱいあるんですか？ある。いっぱい日本語の教育案内とかあるんですか？あ、中国ね、もうあの昔すぎて15年くらい、あ、違う20年くらい。うまい。私釜山からシップさんってなんですか？釜山ってあの韓国の。ああ、釜山、あ、釜山、あ、あのまあ釜山の方がちょっと日本語の階級が高いです。あ、そうなんですね、うん、韓国は行ったことないんですよ。私ここで一泊したんですけど、すごいすごい良かったです。え、ここ一泊ですか？ライトアップの、ね、ここのライトアップね、そう、ライトアップ無理ですよね。だってここ店とか7時になる、7時に閉まっちゃうとか言うし、僕夜来ようかと思ったんですけど。あ、でもね、夜ぜひ来てくださいって。なんかあの台北にホテルあるんですけど、戻ったらあのなんか、いや、戻りの便が夜になっちゃうとないんですよ。ああ。で、挙句7時には店バンバン閉まるし。多分息子も好きで。何回から来てるんですけど、9分は行きたいかな。なんかやっぱり多分ね、野球は見てないと思うんですよね。私はあの手をちょっと手術、ちっちゃい手術したんで、1ヶ月休みもらったので、右手使えるから行けるんじゃないと思って、中2日だけひっそり行ってきますって言って、であのそうそう、行けたんですよ。これだと。いや、見えます見えます。あのぼんぼりみたいな。あ、そうそう。これがあの例の。あ、有名な。あ、そうそうそう。ここの。あ、そうそうそう。ここは多分夜9時半くらいまで開いてるんですか？あ、ここ9時半まで開いてるんですか？ここが開いてる。あの店はやっぱり7時過ぎくらいから閉まり始めるんですけど、ここは私も8時半くらいに来たかな、写真撮るの。ああ、そうなんだ。そうそうそう。じゃあ、全然いいですね。綺麗ですよ。やっぱり一泊してよかったなって。で、またその、あのドミトリーのホテルですけど、うん、屋上からまたこの景色が見れるので。ああ、いいですね。うん、まあ、次回ちょっとそういうことがあったら、一泊ぐらいするってのもいいかな。そういうのもありかな。普通にアイスティーこれ一番うまいです。これすごいうまいです。結構うまいです。あの何も混ぜてないアイスウーロン茶。うんうんうん、最高にうまいですよ。ちょっとこのクソ暑い中で飲むからってのもあると思うんですけど、最高にうまいですよ。
で付け合わせ基本的にこれ甘いやつです全部。なんかこのごまみたいなやつちょっとしょっぱい系かなと思ったんですけど、まあ、全部甘い系で日本人でも大体想像つくような味してます。あ、これなんか餅、うん、はい、ありがとうございます。まあ、あの台湾だと普通のお茶なのかもしれないですけど、別に普通にうまいです。普通にこのアイスティーうまいです。おかわりを頼んでしまいました。はい、すいません、ありがとうございます。すいません、いいですよ。ちょっと甘いけど、ね、じゃあちょっと甘いけどちょっと美味しい。ちょっとって本当ちょっといいですよ。あ、これね、こんなに入ってたんですよ。いや、でもなんかまたこんなにいただきました。なんかあ、これですよね。味見だけど、はい、全然。いや、だってこれ無限にもらえますよ。あ、いい、これも無限にもらえます。結構これ水みたいにグビグビいきますよ。ミルクティー、ホットのミルクティー、これよく飲んでましたよ。うまいですけど、この暑さの中でよく飲んでましたね。うん、なんかやっぱりお酒は高い方がいいかなと思って。一応さすが、さすが持って歩くのも冷たい水です。違いますよね、日本で売ってるウーロン茶と。そうですね、もっとなんかサントリーのやつはもっと黒いっすよね。あ、これ、このウーロン茶は好きで、台湾の。僕これ、東町ウーロン茶だと思ってるんですけど、いっぱいウーロン茶の種類出されると分かんない。そうそう、うん、なんかよく味と違いわからないけど、私はどれも好きやなと思って、うん、
もう3杯も飲んで、もういい加減迷惑な客だと思うんですけど、もう1杯もらいます。3泊4日は4日なんで実質最終的な感じです。いや、うん、梅さんは私は200台程度します。あ、なるほど。じゃあ大体似たようなもんです。施設し、まあ面倒くさかったらいいっすよ。本当何もしないんで。本当にここすごい美味しかった、ね。ガイドブックがちょっと取っていいですか？ガイドブック。はい。ガイドブック。おすげえ。ガイドブック。で、ガイドこのキューブの中にあるんですか？キューブじゃないです。あ、違うんですか？うん、すぐに出てこないんですね。これは。ちょっとごめんなさい。本当申し訳ないです。この、ティーホーチ、これ最終日行こうと思ってました。ホテル近いんですよ。あ、じゃあいいじゃないですか。いや、いいっすね。あ、そう、台湾のなんだっけ、そのかき氷レベル高いぞみたいなの聞いてて、あのそこに、杏仁の汁がそれを凍らせてこうかき氷してある。やべえ。で、その下に杏仁豆腐がないと思っとったら、下に杏仁豆腐があって、で、あの2種類か3種類トッピングがそれも下にあるんですけど、下にある、おしゃれ。タロイモは美味しかった。やっぱもちもちしてね。そうそう、それがタロイモいいですよね。いや、最終日の楽しみは増えました。あと、もし知ってたらでいいんですけど、なんだっけな、果物探してて、なんつったっけな、シャカトウ、なんか2つ、ちょっとこう、日本だとなかなか食えないぞみたいな果物が。あれは美味しいですね。剥いて、どれも剥いて食べるやつ。なんかあるんですか？わかんない。わかんないですよね。それくらいの手で剥いて食べるとですね。パテモヤもしくはバンレイシ。違う。これがバン、多分バンレイシ。なんかこのパテモヤもう一個、確かこっちかな、どっちかが1日しかもたえないらしいんです。あ、これだ。これがどっちだかわかんないですけど、バンレイシか。これがなんかとても天然とは思えない。これジェラートだろみたいな、なんかそういう口の中で溶けるみたいな、そういうラッツらしくて、あ、これか、これか、これでチンするみたいな。でもこのシャカトウみたいなのかな、これがどっこにもないです。なんかそこら辺で露店とかで売ってるじゃないですか。あれ、これ売ってないんですよね。なんか普通にマンゴーとかパイナップル一生懸命売りつけられて、押しに負けて食っちゃって、そんなの美味しくないぞみたいな。どこあるのかな、探してるんですよね。最近はね、これもらいました。300台湾ドル。いや、まあ、こう大量にお客をさばくお店みたいな感じだったんで、まあ、嫌いな人は嫌いだろうなって感じなんですけど、いや、いいっすよ、ここ。
このさっきの女性の話だと9時半までやってるらしいんで、確かに次来るチャンスがあったら危ない、それを生かしたいですね。ちなみにさっき途中こうあそこで会った女性はまだ残って、なんか LINE とかあの友達に写真送るとかいう活動をなさってました。こういうなんか海外で日本人と出会って話するみたいなのってあんまりないですね。まあ、非常に珍しい体験でした。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは旅、ロードスター中心に発信していきます。心をオープンカーのように開いて、いいね、チャンネル登録お願いします。